はい、ということでね、大阪で買ってきたもの紹介のサロニです。まだその1を見てない方は見てください。んじゃ、紹介するのはこちら、山手線です。あ、言うけど、実はリラックマのあれ持ってないからね。隅っこにしましたー。じゃあ次、これ。バージョン7行きましょうか。じゃ、おー、すごい。なんかめっちゃ茶色やな。半球振って思うくらい。です。じゃあ次。めちゃくちゃやばいし、いきます。これ。まあね、カプセルブラレルの、機関車トーマス、何ですっけ。忘れたのだ、今。これ。カプセルブラレルの、機関車トーマスの、オンザラゴ機関車大活躍編ですね。じゃあ、見ていきたいと思います。一星。はい。おい機関車ではなかったものの、スロープレールで、つなげることができました。バイバーイ。はい、と思ってたら、まだ開封してないものがありました、これ。N700S のお箸。まあね、まだ俺は小学3年生なんでね。大人のやつを食うので、もう、どうなっていってね。じゃあ、またこしょ。じゃあ、また見てね。バイバーイ。